はい、こんにちは、てっちゃんです。本日よりですね、ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランド SP、 これをやっていきたいと思います。まあ一回やったことあるんですが、またね、始めてみたくなったので始めましょう。ダメテリー、待ちなさい、もう寝る時間よ。ミレイユ姉ちゃん、はあ、はあ、やっと追い詰めたわよ。まったくもう、あなたって子は若かりし頃のテリーですね。ねえテリー、母さんと父さんが言ってたこと忘れたの？夜更かしすると魔物がさらいに来るのよ。え、魔物に会いたい？もうバカなこと言ってないで早く寝なさい。それじゃあおやすみテリー。テリーはこっそりベッドから抜け出した。どうすんだっけな。特に変わったことはないようだ。どうすんだっけ本当に久しぶりすぎて。タンスの方から何か気配がする。今開けたけどね。分かってて開けたんだけど、行くってことね。分かってて開けたんだけど、その時はダメと。10秒後に発生しました。イベントがね。ん？お前がミレイユか？いや、確かミレイユは女の子だったはずだ。お前に用はねえな。へへ、俺様の名前はワルボー。マルタの国からやってきたワルボーだ。覚えておきな。さてミレイユはと。あれかう。へへ、じゃあな坊主、ミレイはマルボー様がもらってくぜ。わたミレイはどこにいるか。わたわた、君そんなところで何してるんだい。とりあえず助けてあげるよ。君は魔物の言葉がわかるみたいだね。ミレイがどこにいるか知らない？さらわれた。そうか、遅かったか。ワルボー、違うよ。僕はワタボーだよ。え、姉さんがどこに行ったか教えてほしいって？うん、じゃあついてきなよ。多分見つかると思うよ。君が腕のいいマスターだったらいいな。
何のことかわからない？ふうついてくればわかるさ。おお、そなたマスターじゃろ。長旅ご苦労だったの。何、ここはどこかだ、どこかとな。ここは大樹の国じゃよ。お主は綿棒に連れられてここにやってきたんじゃ。では行こうか。城へ行き王様にあいつせねばな。驚いたかの。この大樹の国は大きな木の中に作られておるんじゃ。王様のいるお城は大樹の一番上にある。さあ行くぞい。わ、ワタボウが新しいマスター連れてきたのかい？そうじゃ、これから王様に会わせに行くところじゃ。星降りの大会で優勝してくれよ。さあ城の中に入り王様に会ってくるのじゃ。私はこの国の大臣、お前が新たなマスターか。王様がお困りなのだ。どうか頼みを聞いてほしい。よくぞ来た新たなマスターよ。わしはこの大樹の国の王者。そのあたの名は何と申す？てっちゃんよ、早速だがわしの願いを聞いてくれ。願いというのは他でもない、の、ね、名乗ってマスターたちによる戦いの祭典、星降りの夜の大会で優勝してほしいのだ。何？そんなことよりさらわれた姉さんを探したいだと。そなたはわしの頼みを先に、わしの頼みを先に、あ、聞きに参ったのではないのか。おお、そうじゃ、探すよりも簡単な方法があるぞ。この星降りの大会で優勝するのだ。言い伝えでは優勝した者は夢が叶うという。そなたの姉さんに会いたいという夢も叶うであろう。というのはちとわしの都合も入っているがの。まあ姉さんを探しつつ優勝する、優勝も目指すがよい。さあそなたにはこれを授けよう。マスターの証を受け取った。今日からそなたは大樹のマスターじゃ。牧場で仲間の、魔物を仲間にすることができるぞ。
城の入り口あたりに牧場への階段がある。画面の中央の地図を使えばすぐ分かるだろう。画面の中央ってなんで。その階段を上がり、牧場主のプリオから魔物をもらってくるがよい。これます。はい。モンスター牧場こっち。はい、プリオ。なんだお前、守らされに来ただか。なんだと、さあ声とっちめてやる。クン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 。なんだモンスターマスターか。オラは匂いでわかるんだ。お前いい匂いしてるな。きっと今さになるぞ。オラはこの牧場を任されてるプリオってんだ。よろしくな。この牧場では仲間にした魔物を預けたり連れ出したりすることができるだ。それじゃあまずはメンバー編成を選んで空棒って魔物をパーティーに入れてみるだ。メンバー編成。スラーバーを仲間にできたようだな。さあ王様のところへ報告しに行くだ。預かり所にスラーボーしかいなかったのはまああんま気にしねでくんの。セーブができるようになりました。マップの切り替えやイベントの後などに自動的にプレイデータが保存されます。手にはセーブアイコンをタッチするとプレイデータを保存してタイトルに戻れます。ルーラーは覚えてないの。ここか。ここの特技切る。ないない。はい、帰るぞ。最初から匂いで分かるなら匂いで判断してくれよな。まま、その魔物は先代国王が可愛がっていたスラボーではないか。てっちゃん、なぜその魔物をもらってきたのじゃ。こいつしか譲ってもらえなかった。まさかプリオメ。牧場にほとんどの魔物を逃がしてしまったのではあるまいな。けしからん、誰かプリオ呼んでまいれ。はは、王様どうかお許しくだせ。プリオ、ひょっとして、そなたホイミンも逃がしたか。王様お許しください。ホイミも逃がしてしまっただ。なんたることだ。わしのかわいいホイミンを。許さぬ。誰かこやつを牢へ。うそ。すぐ捕まえてくるって。なあ、てっちゃん。何か言いたいことがあるのか。何？プリオ助けてやってほしい？なるほど。そなたがホイミンを捕まえてくるというのだな。面白い。てっちゃん、やってみるがよい。王様、ホイミンは旅立ちの扉に行っただ。そうか、ではてっちゃんは旅立ちの扉に行くがよい。見事ホイミンを連れて帰ればプリオは許そうぞ。この城にある高ブロックは好きにしてもよいからな。詳しいことは大事に聞くのだ。それではわしは忙しい子弟子です。いそ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 。イルカ、プリオ。イルカ、ここにいるよな。土下座してる、ここで。ここで土下座してるわ。はい。てっちゃん、ごめんよ。オラのために、そうだ、いいことを教えるだ。メニューの画面の旅の心得には、旅に役立つヒントが載っている。旅の心得は、冒険が進むに、増えていくから、こまめに見るといいだ。よし。旅立ちの扉。旅の扉、旅、ん？こっちか。旅の扉の間。はい、これね。痕跡表を調べると、あなたが見える、使える特技や便利なコマンドを覚えることができます。石碑は画面中央の地図に示されるので、見つけたらまず調べましょう。はい。
ルーラ、ルーラ、ルーラ頼む、ルーラ頼む。よし、オッケー。はい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 。え、あれ開かない？あれ？あ、ちょ、こっちだ。なんだよ、もうあそこが扉かと思っちゃったじゃん。はい、行くよ行くよ。アリクイだっけ、アントピアだっけ、やつは。と、ワタボー。やあ、てっちゃん、旅の扉へようこそ。いよいよ君の冒険が始まったね。モンスターマスターの君がやるべきことはただ一つ、魔物の仲間を強くすること。仲間の魔物を、そのために仲間の魔物を使いながら敵を倒して旅の扉の中を進んでいくんだ。といっても最初は不安だろうから、僕がマスターのイロハを教えてあげるね。まずはこの辺りをうろついている魔物と戦って勝ってみよう。魔物にさら、触るとバトルがスタートだからね。弱そうだからって油断しちゃダメだよ。よし、行くぞ。まずはアリクイ、アントピア。スカウトしてもいいけど戦うってことかな。戦うか。バトルスピード上げて、ある程度進まないと多分上げれないはず。まだ、おしおしおし。よし。うん、なかなかいい感じだったよ。その調子で敵を倒していってね。それじゃあ次はスカウトの練習しよう。スカウトは敵だった魔物を仲間にできるモンスターマーサーのとっておきの技なんだ。やり方は簡単。戦闘中にスカウトを選んで仲間にしたい魔物を決めるだけだよ。そうすると仲間の魔物はこっちの強さを見せつけようと攻撃をし始めるんだ。それで相手がその強さを認めれば仲間になってくるって感じだね。うまくいかない時もあるかもしれないけれども、根気よくトライしていけばいつか成功するよ。それじゃあ早速やってみよう。てっちゃんの腕の見せるところだぞ。よし、ドラケ、ドラケ、おいドラケ、おいドラケ。スカウト。48%。いやー、いきなり怒るか。いや、もう逃げるわ。まあ、いこう。いや、逃がしてよ。いいんじゃないですか、逃がしてもっても。いいんじゃないですか。はい。他は？やっぱ私にはアントピアよ。アントピア結構ね、中盤まで使える気がしたよ。48。やっぱりアントピアよ。グッジョブ、てっちゃん。無事スカウト成功させたみたいだね。仲間が増えてパーティーも充実。嘘。一人しか捕まえてないよ。その調子で仲間を増やしてって、ガンガン彼らを強くしてってね。よし、それじゃあ初めてのスカウトで疲れただろうから回復してあげるね。10匹ぐらい仲間が増えてから充実してきたねって言わなきゃダメじゃん。僕が教えられるこれくらいかな。あとは冒険しながらいろいろ覚えてってね。あそこにある井戸が見えるかい？あの井戸は下のフロアにつながっているんだ。旅の扉の中ではああいう井戸を見つけてどんどん下に降りていけばいいんだよ。井戸の底には何が待っているか、それは自分の目で確かめてみて。それでてっちゃん頑張って、僕はいつだって君を応援してるからね。
オート戦闘ができるな。よし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 。いいぞ。オート戦闘を使うとほぼ全ての戦闘が自動で進みます。ナビマップ、右上にあるボタンアップするか、メニューの設定からオート戦闘を使えます。もうこれは紙すぎるんでね。まあまあいいでしょう。いや、もっと仲間にしたいな。とりあえず牧場に放り込んでおくだけでも経験値が手に入るので、はい、あ、戦闘の倍速も変えれるじゃね。今右上にあったあれ変えよう。いや、昔はこれだったんだな、戦闘スピード。よし、主力としてこき使ってやろう。あと変わったやつ、変わったやついたらね、どんどん取りたいね。よし、ここにはいない。この肉も拾っとくか、確率が上がるからね。はい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 。いないね、変わったのはね。先へ進もう、先へ。でスライムなんかも一応1匹じゃなくて4匹捕まえる、4匹っていうか無限に捕まえることができるんですよ。1匹だけじゃなくてね、かぶっても全然よし。変わった敵がいれば捕まえてもよかったけどね、いなかったね。あ、いるいるいる。ピッキーだね、ピッキーだね。敵の風ついた、ナイス。2倍速までだね。はい、スカウト。神機能だね。100% で、スカウトばっかしてるとね、レベルが上がらないので、そこもね、いい塩梅でいかないとですね。あ、あるある、石碑がある、石碑が。仲間モンスターの HP と、あ、これあれか、そうだそうだ。で、ここが最下層の1個前ってことか。次がボスとかね、そういうのになるから体力回復してくれてんだよ。この井戸の底が旅の扉の突き当たりのようだ。中に入りますか。はじめまして、僕、ハイミン。いたね。僕を捕まえに来たんだろ？でもやだよ。牧場つまらないから帰りたくないんだ。お、戦うのか。じゃあ、力ずくで分からせてやるしかないな。はい。もうピッキー死にそうなんだけど。やばくない？12か。やべ、全然レベル上げてこなかったから全然ダメージ入らない。ドラキー、魔法使い、魔法大丈夫か、これやばすぎる。あ、しゃしゃ、危ねえ。ホイミン結構気使って均等にダメージ与えてくれたね。オッケーオッケーオッケー、いいぞ。スキルは入れない。後でやりましょう。君強いね。てっちゃんのこと気に入ったよ。君ならついてってもいいかな。これからよろしく頼むね、てっちゃん。
回復役としてコキ使ってやるしかないな。てっちゃんやったな、お城に戻してやるよ。これでプリオに貸しがついたな。おお、てっちゃんよ、旅立ちの扉からもう戻ってきたのか。その飲み込みの速さ、そなたは千年一人の天才マスターじゃな。それ言い過ぎ。ちょっと言い過ぎたか、優秀だと思っていたのは本当じゃがな。さててっちゃんよ、わしのホイメ早速見せてもらおうか。何、ホイメはこちらに帰りたくないと言っておったじゃと。だがそのたりならついていくと言ったのか。ホイメにわしといるのがそんなに嫌だったとは。えい、ならば仕方あるまい、ホイメはそなたに託そう。その代わり星の大会優勝を目指ししっかり頑張ってくれよ。そして約束通りプリオは許そう。ありがとうてっちゃん、これで牧場に戻れるだ。てっちゃんよ、これより格闘場に向かうのだ。格闘場にはその人たちのライバルが待っておる。彼らに勝ち抜いていけば星の大会へ出られるぞ。ではわしは忙しいのでこれで失礼する。さい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 。おお、勇敢なるマスター、てっちゃんに体重のカゴ。仲間モンスターの HP と MP が全回復した。城の、正面から外を出て下に行くと格闘場がある。格闘場で勝ち抜けば星入りの大会に出られるぞ。そこしか行くとこないのかな。多分このパーティーで勝てないでしょ。全然レベル上げしてないんだから。あ、ちょっと待って、パーティーどうなってる。ホイミ入れよ、ホイミ。今うちのメンバーでは一番ホイミンが強いという。石碑、いざないルーラ。この特技を使うと旅の扉の最終フロアにいざないの水晶まで移動できます。さっきの HP と MP 回復したところだね。あの石碑まで行けるという。ただしいざないの水晶を調べたことがある旅の扉でないと効果を発揮しません。いざない水晶を見かけたらすぐに調べてみるといいですよ。あら、かわいいモンスターマスターさんね。こちらが格闘場の入り口よ。よう来たの、ここは格闘場じゃ。ん、わしか、わしはここの名物女。バニーガールじゃなくてバニーおばばじゃよ。わっはっはっは。あんた星入り大会で優勝したいのか。ほう、姉さんと出会うためならばここで勝ち抜き国の代表にならねばならん。格闘場にはクラスというものがあっての、弱い順に GFED のクラスがあるのんじゃ。もっと上のクラスもあるがあんたにはまだじゃな。どうじゃ、戦ってみるか。まずは G クラスからじゃ。試合に集中して頑張るんじゃぞ。勝てないでしょ。ご来場の皆さん、お待たせしました。ただいまより G クラスの試合を始めます。新たな挑戦者が現れました。その名はてっちゃん。皆さん応援をよろしくお願いします。では第一試合を開始します。お、同じような編成。試合開始。向こうはドラキー2匹といううちの上手だね。はい、全然ダメージ入ってないよ。
ドラキーってなんか攻撃呪文覚えてないのかな。やば、誰がお亡くなりになった。あ、向こうだ、向こうが死んだんだ。よしよしよし、いいぞ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 、いけいけいけ、やられんな、こっちもやられんな。もうちょいもうちょい、まだか。よっしゃ、さすがエース。第1試合は挑戦者の勝利です。では続いて第2試合、あ、そうか、参戦あるんだった、勝てないでしょ。そうそう、参戦あるんですよ。そうか、今の調子で参戦やるのか、長いな。もうレベル上げしてさっさとクリアしちゃいたいところなんだけど、こういうところは。ほいみ、これさ、ラリホ、ラリホ、ちょ待て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 、あ、命令できないのか。作戦なんか覚えてんのこれ、特技。え、なんか覚えてんの。魔法覚えてないのかな。命大事に。あー、危ねえ危ねえ。あと入れ替えできないのかな。第2試合も挑戦者の勝利です。第3試合、うわー、いけるかこれ。塾長、私ことはマスター育成塾の塾長である。私に勝つことができれば G クラスは君のものだ。おい、全然違うでしょよ、もうクラスが。ちょっと待て、これ入れ替えとかもできないのかな。作戦ダメだな。いやー、舐め回し、あぶねー、舐め回し、あ、あ、いけ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 、違う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 、あー、ドクドクベティ、ちょっと舐め回し、よしよしよし、はい、そいつ焼き払い焼き払い、毒ボトム、テンション上がってるテンション上がってる、いいぞ、テンション上がって一気にいけ、うん、舐め回しがね、効いていないのがまだ幸い。おっしゃ、よし、ナイス。 G クラス勝ち抜きをおめでとう、新たな勇者の誕生。マッサテッちゃんにどうぞ温かい拍手を。よくやったの、 G クラス勝ち抜きじゃ。お、大事。お、てっちゃん G クラス勝ち抜きおめでとう。王様がお呼びなのだ、ついてきてほしい。お、てっちゃん G クラスを勝ち抜いたそうだな、あっぱれであるぞ。そなたなかなか、いやいや、
ご機嫌いかがですかな、大樹の国王よ。お主は、そういえば今回こちらが星売りの大会の 主催国でしたな。ふふふ、主催国として恥ずかしくない戦いをお願いしますよ。おや、こんなところに子供が紛れ込んでいるではないか。王様と遊んでいたか。私はマルタの国の王だ。大樹王よ、こんな子供と遊んでいるとは今回の大会よほど自信があると見える。これは星売りの夜が楽しみだ。はあはあはあ、うぬ、生意気なマルタの若造め、今に見ておれ。てっちゃん、これからも一層腕を磨くのじゃ。 G クラスを制覇したご褒美として町人の扉と守りの扉を開放しよう。より強い魔物がおるから必ずや役に立つであろうぞ。ではわしは忙しい、これで失礼する。町人の扉と魔物の扉は地下、城の地下、旅の扉の間にある。新たな旅の扉へ行く前に格闘所の先にある大井戸の広場の店で旅の支度をしてくるといい。大井戸広場には武器の店や道具の店、それにお金を預けられる銀行があるからな。店で支度を整え、旅の扉で力をつけたら格闘所のさらに上のクラスを勝ち進むのだ。格闘場で我が国の代表と認められれば星の大会に出場できるぞ。なんだっけ、モンスター、あ、格闘場のプレイヤー特技、これだ。ルーラーで、格闘場の先、格闘場の先に、ここ酒場じゃんな、武器屋とあれがあるっすよね。魔王の右手がいるよ。俺とじゃんけんで勝負しねえか。よし行くぞ、じゃんけんパー。後出しじゃん、俺の勝ちだ。いつでも相手になってるぜ。後出しじゃんかよ今。この像は大樹の守り神様の、像であるぞ。プップップ、像と像、我ながら傑作じゃん。わたぼうね。この奥では子供たちに守りのことを、あ、さっきのあれだ、戦った人だ。いや、もうあなたは倒したんで、聞く必要がありません。この辺なんかもね、魔物がうるついてるね。大目玉に、大目玉に。あれどこにあるんだろう、道具屋。ここが道具屋なのかな。この装備なんかもね、してなかったからね。あ、これ競技場だ。いや、わかんないな。えいほう、えいほう。ああ、爆発したいな。どっか、外出てやってくださいよ、それは。ちょっとわからないですね。じゃあ、今回ここまでにしましょうか。とりあえず、G クラス、を制覇したところで、本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。